コの後ろについてきてくださいね。ええ、わかったわ。あの人どうしたの、ユキナ。さっき連れ違った人が私と同じ顔で同じ格好をしていたの。きっと始めたばっかりの吟遊詩人の人ですね。始めたばかりで同じ職業だと見た目が似ちゃうことがあるんですよ。なんだか気味が悪いわね。いくらゲームとはいえ自分と同じ人がいるだなんて。しょうがないって。ほらあっちの方を見てみなよ。私っぽいのがいっぱいだよ。本当だわ。後ろから見たらみんな同じに見えてしまうわね。初期装備だと見分けつかないですし、アコを目印にしてください。ええ、それじゃあ進んでちょうだい。アコなら見間違えることもないでしょうから。それじゃあ行こっか。西の鉱山はここをまっすぐ行って次のマップを進んだところに。ってユキナさん、どこ行くんですか。ユキナ、そっちじゃないから逆逆。どうして。私はアコの後ろを歩いていただけよ。それアコじゃないってば。なんか若干アコっぽいけど本物はこっちだって。本当だわ、見比べれば違うわね。ユキナさん、しっかりしてくださいよ。全然違うじゃないですか。私には見分けがつかないわ。うん、確かに一瞬で見分けるの難しいかも。慣れない操作しながらだから余計だよね。それじゃあ移動はゆっくりにしますね。全員で固まって移動すれば迷子にはならないと思います。そうしてもらえると助かるわ。リサ、もし私が離れたらまた呼んでちょうだい。オッケー、任せといて。にしてもゲームの世界って面白いね。現実の世界じゃユキナがアコの後ろついて歩いたり、アコを見間違えたりしないもんね。アコの格好わかりやすいと思うんだけどな。見間違えるなんて。あれ、ユキナがまたいない。ユキナさんどこ行っちゃったの。とりあえず来た道戻ってみようよ。どこかにいるかもしれないし。あ、ユキナさんいた。ユキナさん、こっちですよ、こっち。ユキナ、どこ向いてるの。こっちだってば。ユキナさん、おーい、ユキナさん。どうしたんだろう、ユキナ固まってる。ユキナさん落ちちゃった。待って、ユキナから電話だ。なんかね、画面が急に消えちゃったみたい。電源に触っちゃったのかな。とりあえずユキナのブース行ってパソコン見てくるよ。ちょっと待っててね。